見どころは、まさにのタイトル通り、丸投げです。堂剛の27年ぶりの単独主演作、丸が、ついに公開。初日翌日の10月19日には、東京、東宝シネマズ、日比谷スクリーン12にて、公開記念舞台挨拶が実施され、主演の堂剛、共演の綾野剛、小林さとみ、吉岡里帆、森崎ウィン、戸塚良樹、そして荻上直子監督が登壇した。超満員に加えて、全国260館の館に向けて生中継。主演の堂は、このを通して、たくさんの人々の今に向かってのメッセージを投げかけることができればと演じましたと挨拶した。主演だけにとどまらず、エンドリ・ケリー、堂剛名義で劇中に初挑戦しただけではなく、主題歌、街、ムービーバージョンも担当したが、フィルムで撮っているということもあり、役者さん方の呼吸山が使われているだったので、どんなが良いのか悩みました。初めてを務めさせていただき、難易度の高い仕事でしたが、普段の自分のとは違う学びもあり、貴重な経験をさせていただきましたと手応えを口にしていた。好きなシーンに触れて、堂は、売れないアーティストに価値なんてないという若草、小林さとみのセリフはいろいろと考えました。僕自身アーティストの仕事をさせてもらっているので、いろいろな考えが巡ったシーンでした。あのシーンで問われ、投げかけられたことは、アーティストではなくてもいろいろと考えさせられるはずと、見どころに挙げた。また堂は、画廊で自ら、私が沢田ですと名乗り出る、際の演技について、試写を見た知人から、あれは、志村健の間だ、あたすがの間、ということでよろしいですね。といじられたと、驚きを吐露するも、でもその後に見直したら、確かに志村さんの、あたすがの間でしたと確信。小林から、染みついていたのかもしれませんねと言われると、堂は、自分としては、自然とやったつもりが、染みついていたんでしょうね、と、志村イズムを認めていた。好きなシーンについて、綾野は、堂と森崎お二人のシーンが好きでした。横山、綾野の、チェンジザワールドは、謎に横山っぽかったと、見どころとして紹介。森崎は、ミャンマー出身という設定を演じただけに、今日初めて僕を知った方は、こんなに日語を喋れる人なのかと、びっくりされているでしょうとにやり。吉岡は、小林の、沢田と横山くんが餃子を食べながらやり合うところは、引き込まれたという意見に共感して、めちゃくちゃ、我が耳が強いです。私も、あのシーンを見てこの好きだと思いましたと、すっかりお気に入り。戸塚は、突然壁から飛び出てくる足が好きというと、綾野は、あれは、初日の撮影でしたねと思い出し、それに、戸塚は、初日の足には見えませんでしたと笑わせた。の内容にちなんで、夢中になっているものを発表。堂は、きっかけは覚えていないけれど、急に、クリームあんみつが好きになった。黒蜜が良くて、ピンクと緑のお餅も入ったりしてと、あんみつ愛を語り、綾野から、黒蜜って、なんであんなに美味しいんですかね。破壊的にうまいと共感されると、堂は、黒蜜はもはや、ステージドリンクでいいよねとボケて、笑いをとっていた。綾野は、これは、ずっと夢中になっているものですが、駅伝と言い、剛さんにも、駅伝の話をしたら少しだけ興味を持ってくれたので、このまま引きずり込みたいと思いますと、嬉しそう。小林は、マフラーの編み物、森崎は、旅客機、戸塚は、シンプルなラーメンと答えた。一方、吉岡は、ハマっているというか、ハマるでしょうと思うのがスカイダイビング。先日生まれて、初めて挑戦して、飛びました。と発表。タイに旅行に行った際に、現地人に、
人生が変わるからやるべきだと言われてそのままの勢いで飛んだという。ただ、現地の人の準備が手慣れていて、飛ぶ時も、はい、こう、降りた時も、はい、終わり、次の人、という感じだったので、もう少しゆっくり楽しみたいし、飛んでいる時に気持ちが良いと思ったのでまたやりたいと新しい扉を開いていた。最後に、主演の童話の見どころは、まさにのタイトル通り、丸投げです。見た人それぞれに見どころが存在する、そんな不思議なだと思います。丸は、優しいイメージのある図形ですが、この世の中にある丸は、非常に凛とした強い丸です。2度3度繰り返し見ていく中で、自分の心のピントが合っていくようなです。何度も見ていただき、そして僕の沢田ですという間も果たして志村さんなのか検証して、欲しいですと笑いを交えながらアピールしていた。情報、丸全国大ヒット上映中。出演、堂剛、綾野剛、吉岡里帆、森崎ウィンと塚淳紀、おいでやす、小田浜田、マリヘイ、アキラ、早乙女太一、片桐ハイリ、吉田鋼太郎、小林さとみ監督、足、荻上直子、エンドリケリー、堂剛主題歌、堂剛、街、ムービーバージョン制作、配給、アスミックエース、C2024 アスミックエース、インク、丸作品サイト https://marudot.ace.co.jp.endrikeri.offici.lsihtps 強しインク